今日は、本当に初めて真央さんのラジオ番組に、出させていただいて、すごい緊張しつ、なんかこう緊張しっぱなしで、なんかうまく喋れなかったんですけど、本当にいい機会を与えてもらったと思うので、本当ありがとうございました。なんかね、すごいリアルタイムでお客さんが目の前にいたりして、なんかチャットでもいろいろやり取りできて、本当にすごい貴重な体験をさせてもらいました。本当にありがとうございました。またもし機会があればよろしくお願いいたします。ソロのゆうじでした。またね。